はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンのグランドっていうのは今大人気ですけれどもね、グランドの場合171型の場合ですね、あと183型210型とな、ということで、まあ、大きさ的には大きく3つに分かれるんですけれども、その中型の183型の E シリーズですね、当時一番よく売れたモデルじゃないかなと思いますね。過去にもたくさん、ピアノ .com には入りましたけども、どれも素晴らしいピアノでバンバン音は鳴ってくれますし、ディアパソン特有の低音部のですね、深いその太い音、中音部の太い鳴りですね、高音部の、伸びですね、ちょうどヤマハとカワイの中間ぐらいっていうイメージでいいと思いますけれども、ヨーロッパ的な響きのするグランドになりますね。これが1台久しぶりに入ってきました。ご覧ください、こちらです、どうぞ。はい、もう標準的なね、普通のグランドという形ですけどね。ペダルは3本、ディアパソンはグランドピアノで日本で一番最初に3本ペダルにね、したメーカーですねと思います。記憶間違いなければね、ディアパソンです。はい、ここが20にこうね、畳むようになってますね。ディアパソン 183E の製造番号が51844ですね。中の状態非常に綺麗ですね、いい状態ですよ。はい、ざーっと見てくださいね。この中でアップライトみたいに中まではね、なかなか映ってないんですけどね。で、このピアノを所有されてた方ですね、防音に苦労してあったんでしょうね。あ、ちょっと傷あります、この辺直しますね。見てください、裏に毛布を貼ってあります。これは押しピンかな、で止めてあるのかな、バッチリですね。安上がりの防音です、これは。はい、毛布を貼ってます。本当はこの間に毛布いうか、あの座布団詰めればもっとすごいんですけどね、音を小さくするためにね、苦労されてるなっていうのが、まあ、もちろんこれはあの納品の時は剥がしますけどね、もうちょっと毛布汚れてますけど、このままにしといてっていうおっしゃる方は、そう、あの早めに言ってください、外しません、その場合はね。いうことでね、お願いいたします。じゃあ低音からいつものようにお聞きください。きたー、来ましたね。すごい。はい、伸びますね。すごいですね。なんか記録表が入ってました。見つけちゃいました。取れるかな。蓋を全開にしとけばよかったかな。よいしょ、取れました。昔ね、ディアパソンはね、浜学商事って言ってたんですよ。私が可愛い楽器に勤めてる時はまだ浜学商事って言ってましたね。はい、保証書、ディアパソン。最初の調律が、昭和48年ですね。その頃のピアノですね。昭和48年、わ、ずっとまめに調律してありましたね。大事にしてありました。そして最後の調律が、平成17年 442Hz の静音って書いてありますね。静音まできちんと手を入れられてたディアパソンということですね。歴代の調律師さんがですね、手を入れてきてます。はい、じゃあ音を聞いてください。いつもの曲です。